あの子でね、全然ね。短い。縦はまあ割と短めがいいですね。ここで畑をちょっと入れましょう。こっちに新館ですね。新館って書いてますように、あの秦の時代 の、 あのいわゆる館、木館ですね。で木館というのは、海行宋天礼というような、いわゆる5種類の書体がありますよね。その書体を言ってるんではなくて、木館というジャンルですね。ですから、漢の時代だったら、霊社風の木簡、ね。秦の時代だったら、秦というのは秦の始皇帝の秦ですね。天社風の木簡。というふうに、木簡の種類も年代によって様々な変遷の過程、あるいは雰囲気が違っていますので、ですから木簡というのは、その総称を示す簡というんですけども、総称して監督と言います。ですから、我々は木簡木簡って言いますけども、書道史を、勉強している、あるいは書道史を習う上では木簡のことを監督というような表現で学びます。漢も徳も同じけど、筆に書かれる文字もですね、どちらも同じ文字です、文字のことです。ただし漢はちょっと幅の狭い、細い木札、こっち側はちょっと幅の広い木札ですから、形で言うとこっちが竹ですね、こっち側は木ですね。ですからどちらも木札に書かれた文字のことを監督と言います。こちら木簡にはそういう種類の中には白書と言いまして、絹に書かれた文字もあります。それも木簡の中に、こちらは残滓というような、もうある程度時代を進みますと漢にもできていますから、そういう時代の、中にもそういう木簡の一種がありますけども、いわゆる漢徳というのはそういうことを示しますね。で木札に書かれた文字のことを漢徳というんですが、それが大体展示できまして、文字の、記録したもの、そして手紙、我々は普段この漢というのは手紙のことをイメージしますね。ですから今はもう漢というのは手紙ですけども、もともとの成り立ちは木札に書かれた文字というふうなご理解をしてもらったらいいと思いますね。そうしますと、ちょっと座らせてもらいましょう。で皆さん、今日教科書を参考にもらわれたと思うんです。その後ろの方ページ見ていただいたら、書道史年表と中国の地図も載っていますから、そのあたりもちょっとちらちらとご覧になりながらお話を聞いてもらったと思います。雲鳳水古地新館、これは漢の時代ですね。雲鳳県というところの遺跡から発見された漢の時代の、秦の時代の、いわゆる木簡ですね。ですからこれを見ますと明らかに隷書ではなくて篆書を木簡に定めてるなというのがあるんですね。ですから木簡を書く場合にも、秦の時代の木簡だったら、秦というのは秦の始皇帝の秦ですね。秦の時代というのは15年ぐらい短い時代でしたけども、広い中国を統一した秦の始皇帝一世で終わりましたけども、その時代には文字の統一しね、そしてから政治制度の人を作り出してと。昇天というね、篆書の代表的な文字を作り上げた、そういう時代ですけども、その時代の篆書をもとにしたこの時代の木簡が発見されているということでも、この時代からもそれに筆があって墨があって、それを木札あるいは竹とかに書かれておったなというふうに思います。竹と木の違いですけども、竹を使うのはどちらかというと南方の方ですね。この今見ていただいてます小さい中国語の地図で言いますと、
調査と言われてますね、この後で出てきますが、魔王台ですね、この辺りの、まあ、湖南省辺りですかね、この辺りだと竹の、 あの実感が多く出てます。それから、まあ、今日メインで勉強します去年、まあ、いわゆる内モンゴル自治区ですね、ボビ砂漠、あるいはトンボの言いますと、タクグラマカン砂漠になりますけど、砂漠地域、北方ですね、この辺りから出てるのはほとんど木札の木管ですね、大量に出ました。そういった木管、竹管が地域によってやはり、まあ、取れる産地によって使っているものも違うだろうということですね。でもほぼほぼまあ1センチあるいは 1.5 センチぐらいの幅の狭いね、そして長さはあの20センチ少々ですね、間尺といいまして、間の時代の一尺は20センチ少々ですから、それにほぼ統一されています。そういう器具ではもう大量に出てきたと、まあ探検家の成分ですね。それから次、魔王体、これはあの、湖南省ですね、今の長沙市、地図に小さく手書きで入れましたけども、結構南部なんですね。そこで、白書、これは絹の織物に書かれている文字ですね、それが、発見されています。魔王台ってご存知ですね、あの魔王台の義婦人っていう、見えばされた、まあ、いわゆる埋葬された義婦人が、発掘されたあの魔王台ですね、まだこう弾力が伝わるような、皮膚感覚が残っている見え出されたんですけども発見されて、そういうふうなニュースになったのがごく最近ですね、まあ1970年ですから、割と近い時代にそういう言葉が出ました。ですから木管というのは割とあのこの100年少々ぐらいで、あの結構あの大量に発掘された遺跡ですので、あの昔から木管があったというのは書道史とかいろいろそういう形で昔の人もあの分かってはいたんですけども、目の当たりにするのがめったになかったものですから、今我々はまあそういうものを実際に今見れる、あるいは写真でも克明にこうあの手に入れることができるというのはありがたいなというふうには思います。で次は、巨円カンカンという左側ですね、ちょっと見てみます。まあ20世紀 の、 あの初めの方になりますと、あのヨーロッパの探検家ですね、スウェイン・ヘデリン、あるいはオーレルスタイン、それからフランスのポール・ペリオ、そういった人たちが盛んに中国の西域地方に、まあ、学術調査に出向きまして、そこからいろいろな遺跡を発掘しています。でその中に大量のですね木管が含まれていました。日本の、大谷浩二というね、これ大御さんですけども、この方も大谷探検隊の組織しまして、中央で発掘したというのも言われています。その中にまあ有名な方々がいまして、巨円のカンカンというのは漢の時代の巨円で発見された木管のことですけども、甘粛省、まあ、いわゆる今の内モンゴル自治区ですね、その辺りで非常にたくさんの木管が発見されたということです。例えばポール・ペリエというこれフランスの探検家ですけども、この人は敦煌の方でいろいろ発掘調査をしまして、あの木管ではないんですけども、私たちがよく見るあのします北条の温泉の目ってありますね、大宗皇帝が書かれたというね、あの大宗皇帝の温泉の目というのはもう現物の石碑は消失してないんですね、多分現存していないというと、その拓本も1点しかないと言われて、その1点はこのポール・ペリオは敦煌 の、 あの場所で、まあ、探検作業の時にたまたま見つけて、それは唐の時代の温泉の名の拓本があったということで、それはまあフランスに持ち帰りまして、フランスの国立の図書館に今保存されている。で、あの私たち今大変も、50周年の前に書道展の折にパリ展がありまして、その時にまあダウンを踏んでいた時に、あの特別にそのパリの国立図書館で見せてもらいました、温泉の名ね、木管じゃありませんけども、あこれがあの写真でよく見る有名な温泉の名だというね、ということで、まあ、現物を見たというそういう感銘を持ったというのもあったんですね。それから、
敦煌、この辺りも非常に、今言いましたようにたくさん木簡が発見されています。とにかくあの20世紀の初頭に、まあ、あのかけて非常に、まあ、大量の木簡が出たということで、そこから、まあ、我々いわゆる、書道史上の木簡の、歴史が始まったと言っても過言じゃないと思いますね。ですから我々は今見ているものはほぼその時代に発掘されて、それからはもう年代年代ごとにまだ今でもですね、新しい新発見というのがありまして、これが、まあ、あるかろうあるだろうと思いますけども、どんどんとその木簡というね、そういう器はあるわけですね。それぐらい、まあ、新しく出てきた、昔の、技術ということで、まあ、ありがたいなというふうに思います。で、今日はまずですね、プリントの3枚目見てください。今お話ししてました、去年で発見された漢の時代の木簡、去年の去年漢簡と、この、木簡を、まあ、認証、勉強していきたいなと思います。でまずですね、木簡は、全く書いたことないよという方、いらっしゃいます？初めてという方、いらっしゃいます？はい。そしたら、隷書は全然書いたことないという方、いらっしゃいます？はい、わかりました。まあ、ここの教室は皆さん経験したことですね。とりあえず先ほど申しましたように、まあ、これは漢の時代の木簡ですので、まあ、隷書は元になっています。ね、木簡というのは多分その当時その当時の役人がその地域あるいはその時の、法律であったりとか決まり方であったりとか、あるいは争い事の決まった内容だとか、そんなんをまとまった内容を文書にしたためて、木の札に書いて残してた、そういうものですから、どちらかというとその場その場で記録していったというような感じがします。それもう一度元に戻ってもらっていいですか。この最初のプリントの右下に書かれています、写真で出ています、風泥とかですね、木簡屋のちょっとお話をさせていただきます。風泥というのは泥の印のことなんですけども、どういったものかというと、木簡というのは20センチ少々の1センチ、あれ 1.5 センチ幅ぐらいの長い規模ですから、一つの物事あるいは法律とかにしても何枚もいりますね。それをまとめて保存するにはやっぱりこう一枚一枚ではばらけてしまいますので、こういう柵といいまして木札を縄で編みますね。そしてあんなものをくるくると巻いたらばらけないで保存できますね。巻きまして、もう一度その内容の書いた札を上に置きまして、まあ、それが木杯というんですけども、その札を置いて上に縄で縛って、その縛り目に泥をつけてハンコで押すと、そうすると乾いたらそこが固まりますから、次の人が見るまでは誰も開けてないとか証明できますから、まあ、今の封印みたいなものですね。それでまあ保存したり、あるいは次の人に伝えたりとか送ったりとかいうふうにして使ったということですね。ですから、まあ、昔の役人も今の役人も同じようなことで、きちんとこう内容をですね、したためてそれを保存し、あるいはそれを伝達していたというのが、こういう遺跡物からよく分かるというふうには思います。そしたら3枚目の巨円簡簡のこのちょっと拡大版の2000、それから責任の責、それから風か L ですね、1行目になると2行目がちょっと上にちょろっと縦線出てます。これはまあこちらの原寸大の方を見てもらうと、中っていうですね、中の終わりの線ですね。それから広いと、その次は徳、ちょっと見づらいけど徳ですね。それから下がおというになります、これね。で西と川、まずこの、2行ですね。だからそれぞれ1行に半白5文字、2枚目に、まあ、中という字を入れてもらうとちょうど6文字になるので、中のっていう中という字は左側のちょっと小さい、原寸大なんです。これを見てもらってちょっと書いていただくと、まず最初の、部分が
行けるかなと思います。あの霊書ですね、まだ全然知らないという方がいらっしゃってるんで、ちょっと簡単にね、霊書だけ、もう皆さんご存知なんで、ちょっと申し訳ないですけどね、説明していきますね。あの霊書というのは、筆使いがまあ特別。普段の楷書とか行書とかとは違うのが第一点ですね。こっち隷書、こっちまあ楷書ということなんですね。筆の書き出し、始まりですね。ここに大きな特徴があります。普段楷書は筆先をトンと当てて引っ張っていく。ですからここに筆の押さえた跡が出ますね。押さえた跡、筆先の。ですからこのことをロウと言います。ロというのは露出のロウですね。ホウというのは筆先のことですね。筆の先が露出してますよということですね。で、練習の場合には書くときの筆の運びとしてはこういうふうに引っ張りますね、左から右へ。でもそれを一度逆方向、右から左へ持ってきて、ここで一回転、筆先ですよ、回してこう持って逆に筆を先使います。だから逆筆というね、これ筆使いですね、なんですけども、逆筆という筆を使います。こうすることによって露法とは真反対の造法というね、これは内側ということですね。内側に穂先が収まってますよと、造法というね線になります。ですから隷書の大きな特徴は逆筆を使うことによって出来上がるこの造法、筆先の先端も、線の先端が丸い、ここに特徴がありますから、これはまず第一に覚えておいてくださいね。もう一つ同じ線、横線で、まあ、逆筆が来まして、跳ね上がって終わる線なんですよ、ね。まあ、今からやる木簡にも盛んに出てきますけども、これ跳ね上げる線のことを隷書では破発と言います、破竹と言いますね。別名破発とも言いますね。この方がまあイメージしやすいですよね。波が発する、こう跳ね上がっていくわけですね。このことを隷書では破竹という、まあ隷書の代表的な線ですね。ですから横に引く線、縦に引く線も同じです。やっぱり縦に引く場合も上から下に引くんですが、いや一度下から上に上がってもらって下がっていきます、ね。でまあ終わりの方は会社みたいにコーンと押さえるんじゃなくて、またこれも力抜きますから、はたこの場合は別ですけども、力抜いて筆を割るので平筆というような言い方をしますね。だから隷書の筆使いのことを4文字の言葉で逆筆平筆と、始まりと終わりをね、そういう4文字で表すこともあります。まあこれは覚えやすいのも覚えてもらった、まあ普段されてるのはそういうことですのでね、あえて言う必要はないかもしれませんけども、まあそういう名称もあるということですね。それをまあ一応理解してもらった上で、そしたら木簡の方に行きたいと思います。そしたらまあ最初の二線と石風化 L のこの6文字を、まあ、半紙1枚に書いてもらおうという、そういうふうな感じでいいでしょうかね。2という線ですね。これ始まりがそんなに押さえもないし、極端な逆質も入ってませんから、まあ、筆を軽く置く程度ですね。返しようにポンと押さえてあげますね。置くだけですね。そしてそのまま、普段通りというか、力をこうやってスーッと引っ張ってもらったら、一画目が終わりますね。二画目に特徴があります。二画目は非常に後半が太いですね。ここ
はちょっとこう下から上につけるけど、それも逆質の位置でしょ、うん、こういうふうについてますね。まあこれがまあさっき言った破綻の一種ですよ。こういう線をここで表現します。思い切ってね、こういう線を出すときには、この私の指が筆としますと、こう入って、こう来まして、この筆の、これ筆ですね、横のとこ、側室と言いますね。そこでこう、ぐっとこう、筆を傾けて、上げてもらうと、容易にこの太い線出ます。ね、細い線から太い線ね、力を入れるという角度を変える。もちろん力も入れますけども、角度を変えることによって、この線が表現しやすいものですね。それをぜひ試してみてくださいね。次に2線の線、ここはちょっとこう角が立ってますけども、まあ、これも逆質でコーンと筆を止めて、そして見てもらったりですね。で横線はこれも2の大角と一緒で力はほとんど入れてません。引っ張ってるだけね、引っ張ってるだけで縦を回す、引っ張ってるだけ。最後ちょっとこっちに流しますよね。こんな感じで、で次、石器いきますね。で木簡の特徴というのは、まあ、先ほど言いましたように、その現場現場で書いてる、あるいは、まあ、記録をとどめる、あるいは何かの物事を収まったことを書きとどめるというような、まあ、普段書きの文字ですので、そんなにこう、こだわった形はしてないと思うんですね。ですから、文字の形式も結構雑なところもいっぱいあります。ですから、まあ、誤字っていうんですか、どう見てもこの字おかしいよなというのがいっぱいあるんですが、まあ、一応臨書する上ではそのまま臨書してもらって学んでもらったらいいと思います。この席なんかの3本目の線でもこれすごく長いですね。真ん中に来てませんね。短い長い短い長い、左右対称じゃありませんね。そういったところもバランスの違いを、まあ、楽しんでもらうというかね、味わってもらうというですね。この階の部分でも横線のこの間隔も下の方は詰まってますからね、こうして広い狭い、でこっち広い、こんな感じ、ね、だ筆順も横を縦横横というのは正しいね、こういう筆順だと思いますけども、別にこう引かれてもいいんですよ、ね、自分で書きやすいように書いてもらったら、ね、いいと思います。木簡というのはそれぐらい、まあ、楽な感じで書くのはリズムを取りやすいかなと思いますね。雰囲気をまあこう自分で表現できたらいい木簡になるかなと思いますね。はい、ここは非常に横線長いでしょ。隣の字当たってますよね。当たっても平気で書いてるんですね、これ。こだわらずにね。それぐらいの大胆さが必要。この辺までは軽いですよ。でも最後でここで思いっきりこうね、線を強調しますね。ね、ここでまあ木簡出したら、わっとこう出るわけですね。か、これも横線。でも大体横にこう長い、ね、リズムとして横に広がってるというリズムがうまく出せれば、一つ成功します。でこのかもね、ちょっと見づらいんですが、まあ、口がありますよね。そこからね、ここに線がこうあるでしょ。これは多分ここからこうつながってますね。もうですがね。つながってますね。で、前押し出してると。で、最後 L。とにかく横に長いですので、行人弁のような長い線も、最後の縦角もあまりこう、縦方向に伸ばさずに、横方向に、縦も短めにと。できるだけ縦のスペースを少なめにしてもらったらいいですね。これ長いですよ、ここね。これ特徴的ですね。こんな感じ。これがまあ1行目です。1枚目ですね。で、2枚目なんですが、まあ、中という字から入ってもらって、広いとか、飛ぶとか、従うとか、西とか最後の川っていう字がありますよ。川なんか見ますとね、このプリントの一番下にですね、左下、もう草書のイメージがここに
こう出てきてると思いますよ。ですから木簡から草書が出てきた時にこういうところでね、よく分かりましたよ。ここですね、こう書いてましてね、でここからですね、もうここからこう言ってますからね、明らかにもう草書の筆意がここで生まれてますね。こういうところからも、隷書から草書が生まれてきたというような文字の変遷が伝わってきますね。そういうところはまあ学んでいけばいろいろこう発見できるところがあると思うので、まあ、そういう意味でも文字の歴史をたどるのもまあ面白い書体かな、古典かなと思いますね。それではまあ一度このページから始めていただいて、で、まあ、あとはですね、また2枚目なんかは割と見やすくなっている、この、これも虚円の単管ですけども、この鉄という、これも木の札ですね、木札。柵を縛ったところに使った札ですね。この辺はもう綺麗ですから、よく分かってますね。リズムではいいですね。あるいはその左がちょっと見抜くので、鉛筆で書きました。ところという字が入っている、これ拡大版ですけども、片水。そうですね、この辺のあたりの、縦のリズムを使う木簡ですね。こういうのはちょっと、進めていくのだったらと思いますね。それでは準備ができましたらまた、始めていってもらって、まあちょっとここでですね、最初の2000席引くか、それあたりがちょっと大体 リズムというか雰囲気は感じられてましたか？とにかくあまりこう硬くならないように楽に、はい、大丈夫です。これはこうですね、縦の縦の縦の縦この人の特徴はこっち側にこう入っていくのが多いですね。この転接部がね、それが結構特徴的だから、それまでします。ちょっと罪ないですね。次下側、これも大胆な線がありますよ。こっち短くしてくださいね。で、点々も短くしてくださいね。最後で思い切ってこうビューッとこうね、跳ね上げる線を使ってくださいね。隷書はまあ水平っていうのが基本ですけど、木簡の場合には多少右上がりになる場合も結構あるので、その辺はもうその時その時の字の雰囲気をそのまま出してもらったら、これはだからね、この辺草書的になってますね。こうしてね、もう完全にこう筆がつながってきてますね。こんな感じね、というような感じですね。文字ですね、はい、あまりこう緊張せずにこう楽に書きましょうね。横線がファーッと引くこれだけね、悩むなければパッと離します。三本線ありますから、三本線も先引いちゃいましょう。そんなに必須にこだわらなくていいですよ。こっち広い、こっち狭い、こんな感じでね、わざとやってもらっていいです。風なんか長いですよ、ここ。ただまあね、隣同士が当たることはありますね、文字によって。これなんかちょっと危険なところありますけど、それはしょうがない。ちょっと当たりますけど、ちょっと避けますと下へ行きますけども、こんな感じでね。隣同士の字も別に揃わなくてもいいので、あくまでも6文字がうまく入るように紙に収めてもらうと。
これ長いんですね、こう。こういきます。この線は、まあ別に線がいいんですけど、この線下がったらこうですよ。ここはね、まあ、長くてもこれでもいいんですよ。で、もっと下げないですよ。線を。あ、文字の配置で。あ、4文字入れたのかな、大丈夫。全体の線が統一されすぎで変化に飛ばしてる感じがあるから、ね、例えば一角目がもっと強く、二角目が細くで、三角目の縦線ももうちょっと細い線を切ってちょっともうきれいにこう一つになるね。ね、こういかれるね、こう引いた方がね、腕がね、開くでしょ。その時開くか同時に、ね、調整しなかったら、ちょっとで動きが出るから、太さが変わるんですよ。その方が変化させやすいんですよ。こういくよりはね、こうやった方がね、腕が開くでしょ。こうするときに、開くか同時に、ね、調整しなかったら、それでいけるかもしれない。ということは逆室で入った方が、線は変化させやすい。